さて広島スターティングメンバーが発表されています。ご覧のようなメンバーです。ブラックシアージュニア、中村、ニック名誉、山崎、そして平均 6.3 リバウンドのデイビッド・ダビンスキーです。そして平均 7.4 アシストはリーグトップです、佐々木隆成。ここは来ました、広島のまずはダンク決まります。うまくなってしまいましたね。あそこローテーションが必要かなと思いますね。あさってスリーポイントでお返しです。佐々木ペイント内から ファール、エンドワン、ここは3位守りました。そのまま持っていく、近場からブラックシアジュニア、ロバーツ、ブラックシアジュニアリバウンドからニックメイヨー、すごい。ポジションは少し広島にやられてるかなという感じなんですが、何か変わったことはあるんでしょう。ウィリアムズ、メイッテ、そしてこちらグアバという5人ですね。3人です。グアバ、ここからスピードを上げてきた、すごいプレーだ。グアバ選手が乗ってくるとですね、怖いですからね。そのグアバ持ってきた、村から積極的に持っていくニックメイヨー、ファールをもらった、エンドワンです。この辺りの合わせも広島さすがでしたね。そうですね、三谷選手のカッティングが良かったですね、はい、同じようなプレーですね、はい、全く同じようなプレーでやり返しましたね、はい、取りに行くブラックシアジュニアですが開いた、おお、これを沈めた。この位置からヌアバー、いやーもうノリノリになっちゃいましたね。中村ショットブロックは3秒からブラックシアジュニア、リバウンドを2組目よ。広島のこのクォーターのチームファウルは3つとなっています。スタメンとしてはね、あまり早く慌てて攻める必要もないですからね、はい、3円が、ね、はい、後半でディフェンス力をまた上げまして広島との差を広げました。広島も詰め寄ってはいくんですが、3円の守りの硬さ。